コリン・マレー・アーチャーはイングランド・ダラム出身のミュージシャン。ロックバンド、元オアシスのギタリストで、オアシス解散後はリアムによる新バンド、BDI にて引き続き、ギタリストとして活動していた。スコットランドのサッカー選手、アーチー・ゲマルにちなみ、ゲム・アーチャーと呼ばれている。もともとは、ヘビーステレオというバンドのボーカル兼ギタリストで、1994年に、 クリエーションレコーズと契約。シングル2枚を発表した後、1996年にデジャブドゥというアルバムでデビューを果たす。しかし、レコード会社の業績悪化に伴い契約を打ち切られ、現在これがバンド唯一のアルバムとなっている。1999年11月、同じくクリエーションレコーズに所属していたオアシスに加入。以後、現在までにオアシスの作品で、 いくつか作曲を担当している。また、ポール・ウェラーのアルバム、イルミネーション、22ドリームスに、ノエル・ギャラガーと共に、ゲスト参加。2016年7月、ノエル・ギャラガーが、オアシスだった以後に結成したノエル・ギャラガーズ、ハイフライング・バーズに、ギタリストとして加入。ライブ、レコーディングともにギブソン・ファイヤーバードを大半で、使用している。ギブソン、ES ・イエス・マイナス三十五や、 フェンダーストラトキャスターを使用することもある。また、曲によっては、ハーモニカやキーボードの演奏も披露している。ありがとうございます。